はい、こんにちは、ヒロさんです。今回はですね、前回収益しましたパイプレンジャーにですね、お決まりの船外機を乗せてみようという企画ですね。以前のね、動画の時点ですでにもう風力不足だったので、やる前からね、もう結果見えてるようなもんなんですけど、この時点ではね、まだ浮力計算の間違いに気づいていませんのでね、とりあえず見ていきましょう。これこれこれ、エンジンをね、まあ、いつものエンジンなんですけど、ここにね、乗せてみました。こんな感じですね。2馬力のエンジンといいましても、20キロ弱ぐらいあるんで、ある程度やっぱりしっかりしたものをね、作っておかないと、取れちゃうとね、危ないんで、ちょっとね、頑丈に作っておきました。浮力はね、40キロぐらい余裕があるはずなんで、浮力はね、40キロぐらい余裕があるはずなんで、まあ多分大丈夫でしょう。ということでね、ちょっと浮かべていきたいと思います。危ないですからね、ゆっくり行きましょう。オーライオーライオーライ、冷て、やっぱ冷たいな。さすがに船外機だけやったら楽勝でいくね。ちょっとね、また燃料を入れましょう。これガソリンですね。間違ってもね、灯油を入れないように。なんじゃこれ、いいでしょ。多分ちょうどいいぐらいね。椅子もいらないっちゃいらないですけど、あった方がまあかっこいいですからね。椅子を取り付けていきましょう。椅子 OK。 よし、ほな行くか。エンジンかけるよ。ならどれだっけ、ニュートラルにしてチョーク引いてスタート1ブルン。オッケー。じゃあアイドリングでちょっと走るわ。お、船外機自体はね、もう慣れたもんなんですけど、ちょっと怖いな。大丈夫かこれ、後ろ全部沈んでますね。これ見えますかね、これほとんど沈んでますね。あ、でもとりあえずバランスはやっぱりいいですね。墜落する可能性は限りなくゼロに近いですね。じゃあちょっと一回戻ります。今手の音しとった。何、あ、燃料や。燃料をオンにするの忘れてましたね。危なさそう。ちょっとでも沈みすぎなんで、ちょっとこれ要回収ですね、これね。もうちょっとスピードを上げてみましょう。前のライトニングはスピードを出すとね、安定したんで、こいつもそうかもしれませんけどね。これダメやな。後ろにちょっとなんかのけぞる感じで乗ればなんかいい感じですね。あまり前の方のなんかパイプが前のめりになってぶっ刺さって、なんか前が下がっちゃうんで、多分ちょっと後ろ、もうちょっと椅子が後ろの方が良かったかもしれないですね、これ。まあでも、うわっ、これは、はい、これはいけませんね。パイプは完全に沈んでますし、甲板もね、水浸しなんで、非常に危険な状態ですね。そもそも計算を間違えてますし、自分の体重もですね、70キロ強だと思ってたら、まあ、80キロあったんですよ。で、これ実際ですね、予備浮力は20キロ弱しかないんで、犬一匹積んだら、ね、これ沈没ですからね。はい、とりあえず見ていきましょう。ほとんど沈んでますね。あ、
ンカーの紐がダメやな、浮力が足りんな。これは浮力が足りませんね。これ一応沈むって感じはしないですけど、もう明らかに浮力が足りてないですね。これちょっとこれ失敗ですね。これもうちょっと浮力を上げないと使い物になりませんね。一回これ危ないんで、一回戻りますよ。これちょっと怖いな、これさすがに。ちょっとあんまり走らないようにね、一回戻ります。これ危ないんで、完全にこれもう、これ完全にこれ失敗ですね。これはこれやり直しですね。俺の落としとったんか、取れんか、危ない危ない危ない。よしよしよし、ロープ回収。これはねもう完全に失敗なんで、今日おとなしく帰ります。浮力を増やした方がいいですね。これかろうじて浮いてるだけですもんね。これこれダメ、これ失敗、危ない、めっちゃ沈んどるもん後ろ。とりあえずね、無事に帰ってこれたんで、まだ良かったんじゃないですかね。よっしゃ、もう失敗や、これダメダメ、もう完全に失敗、バカが。最初乗った時はいいかなと思ったんですけど、ダメですね、これ失敗ですね。これ完全に浮力が足りてないんで、かなり浮力を増やさないと船外機はちょっと危ないですね。まあ、次回までにまとめに使えるようにしておきたいと思います。今回はね、失敗ということで。改めましてヒロさんです。今回はですね、動画内でも言いましたけど、愚かな計算間違いのせいでですね、危うく大惨事になるところでしたが、結果的にね、無事には帰ってくれましたので、まあ良かったのではね、ないでしょうか。次回はですね、浮力を見直しまして再挑戦したいと思います。またですね、一番のショックは体重が80キロもあったことですね。どうしようもないのではないでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。